セクシーゾーン菊池風魔、スノーマン渡辺翔太の差し入れに歓喜感じる嘘こんなかすぎな鍋べふま。ジャニーズの人気グループセクシーゾーンが公式インスタグラムを24日に更新した。毎日一緒にいるこの人に歓喜を見せつけられた日。差し入れしたかったのに戦いに敗れてこんなことになった日。彼は本当に嬉しそうな、すごく良い顔してるね。 しょっぴ三角形 S。バイフマのコメントとともにオフショットをアップしたのはメンバーの菊池風魔。渡辺翔太さんからたこ焼きの差し入れをいただきましたと書かれた紙を手にする菊池の横でたこ焼きを持ってドヤ顔を見せるスノーマン渡辺翔太。菊池は渡辺の顔を見て口を大きく開けて驚いているようなお茶目な表情を見せている。写真を見るスノーマンラウール渡辺翔太深澤達也。 キュートなポーズで透明感もダダ漏れ。三人で福岡公演終了を報告菊池が主演を務める7月スタートのドラマウソコンで共演している二人。コメントと写真から撮影現場でも仲良くしていることが伝わり、それぞれのファンにとっても嬉しい投稿となっていた。